香港3日目読んでお買い物をいたしまして、今日はここから散策していこうと思います。ここはナイトマーケットとは違い、ローカルな商店街の装いですね。 T シャツ等の衣料品、パンツなどの下着類、アクセサリー、雑貨、靴、ペット用グッズ、ガラクタ系、おもちゃ、バッグなどなどがあります。ナイトマーケットとは少し違い、日常的なものが多いですね。ナイトマーケットのビニールの屋根と違い、トタンの屋根ですね、奥の店が道に出張ってるっていったような感じです。ここでは道は公共の場という概念はないのかもしれませんね。激安のアパレルの地としても有名みたいですよ。金魚街に行こうと思ってたまたま見つけた花園街です。ではここで買ったものを紹介します。クッションカバーを見つけた時、もう即買いを決めてました。犬の服は結構迷いました。サイズのこともあり、じっくり確かめながらあれやこれやと選びました。ぴったりで良かったです。値段が初めからある商品だったので値引き交渉はしませんでした。香港で一度は食べてみたいチーズタルトを発見しました。熱々のタルトが楽しめます。他のものもなんだかうまそうですね。至る所で食べ歩きが楽しめるのもいいですね。1つ6ドルっていうから安いでしょう。うまそう。では食べてみていただきましょう。うまい、おいしい。ザリガニ売ってます。面白いでしょう。金魚をこんな風に売ってるんですよ。閉店したらいちいちこれ落とすのかな。香港の人たちは風水をとても大事にしており、そんな風水の世界で金魚は財運を上げてくれる大切なものなんです。次から次へと金魚が売れている様を見ることができました。たまたま面白そうな市場を見つけたので恐る恐る入っていきました。鮮魚売り場です。まるで迷路のように入り組んでました。ほら、前掛けにでっかい包丁、イメージ通りだよこれ。こういったところは日本では港や、卸市場で見かけますよね。鮮度がいい魚が並んでるんでしょうね。街中にあるこういったところが香港の食を支えているんでしょうね。観光で来ている私たちには声をかける人はいませんでした。にぎわってるね。面白い。こちらは野菜売り場です。フロアごとに売り場があってエスカレーターで移動してます。見たこともない食物に触れ、現地の文化を楽しんでます。あー、でも玉ねぎ、かぼちゃ、ネギなど分かるものもたくさんありますね。あ、これ商工用のエスカレーターですね。ここからが精肉です。黒かったらごめんなさい。香港ではスーパーでもそうだったんですが、肉をよく潰してます。こんな感じです。袋は鶏丸々1羽ですね。日本ではまず見かけない部位が分かる形で売ってるのもすごい。左上が多分豚足だよね、これ。まあ足だけならいいけど、豚の鼻や顔っていう部位もあったりするからね。上に向かおうとした時、これは生きてる。元気な鳥がそのまま。気を取り直して4階です。ここは飲食するところだね。ここはお粥とかが美味しいって後から知りました。日本語のメニューもあるようだと後で知りました。ジュダイマーケットの方に行ってみます。
翡翠を扱ってるマーケットです。ナムヤン街の比較的近くにあります。骨董品屋に見えてくるね。物の価値がわからない私には値段がないのが恐ろしい。買ってみたかったけど翡翠の良し悪しもわからないから手が出せませんでした。本物だよねこれ。手が出せる安いものもあるんだよね。こちらは上海街の南の方にあったマーケットです。ほらあんな感じに普通に豚をさばいてますよ。まるで映画の中をさまよっているようだ。今日もたくさん歩いとるな。ぼちぼち腹が減ってきたので昼飯を探します。ってことでナムヤン街にあった店に入ってみました。写真付きメニューはありがたい。かわいいでしょこれ。とりあえずいろいろ頼んでみました。牛すじラーメンとまんじゅうたち、白いスープのラーメンです。とっても美味しかったよ。香港駅に来ました。ここから練習も兼ねてトラムに乗ってホテルに向かいます。明日の最終日、午前中に行きたいところがあったので、そこにトラムで行きたいんです。あ、トラムって2階建ての路面電車のことね。車窓だから分かんないよね。あ、これこの通り過ぎたのがトラムね。次回予告。